はいあのー、今日はねえー、論文過去問分析講座ってやつのねえー、プロモーションビデオですよこれ論文過去問分析講座でこれはねなかなかあのー、いいと思いますええー、じゃあ何がいいかということをねあのー、説明しますけど えー、まずね回数的には十段分類編がね4回ねで答案の受験生の再現答案分析編があ2回なんですよえー、えー、えー、それでねその十段分類編というのはねええー 論文過去も7年分、過えええええこれをあのー、細分化しましてねええ出資、規定権利化の前後といった場合分けそれぞれの場面ごとに論点分離要はねあれよあのー、担当試験の過去問があるでしょ1問目から60問目まで毎年出るわね。で それをその例えば補正の問題とか分割選考の問題とか優先権の問題とかあ審判系の問題とかね実施権の問題とかあ,あとは何だっけあっいよシリーズとかねほら体系別問題集ってあるでしょその分野別にあ分類したねそういうイメージです。 だから毎年論文試験というのは出るんだけどあその説問1とか問、まあ、大体説問5まであったりするんだけど最近の特実はね全然違う分野をそれぞれの説問で聞くはねなるべくバランスよくいろんな分野を聞こうと思って出題者は出してるからねなので毎年その聞いてる分野が あの説問ごとに違うけど、えー、結局毎年似たようなあのことを聞いてるわけよ。例えば時系列3点セットと呼ばれるあ29条とか29条の2とか39条とかあるじゃん特許法で言うならば。遺章法だと3条3条の29条だわね。そういうのをこう固めて教える講座です。ね、だから問をこう こうなんていうか、えー、分断してそれで分野別に並べ替えてその分野ごとに集中的にやるとそういう講座ですわで7年これねすごいですよだお得ちっちちゃお得皆さんこれねだってねえー、っとまあ俺の感覚だけど過去7年分教えるんだったら7回は必要です。 それを4回に凝縮してて教えてるんですよだからあの正直ねお得な講座ねお得です、うん、いいことを言いました私すげえお得じゃあねやっぱりマイナス面も言わないと私正直だからマイナス面も言っときますで後で取ってねいやーどうのこうの先生お,お得なことしか言わんかったですって言うから、うん、もうちゃんと私はね 皆さんがあ,のあ後でどうのこうなと思うように正直に言いますねこの講座はそう過去7年分をたった4回で教える正直無理があるんですなので何かを犠牲にしてますそこをちゃんと言いますはいフルサイズの答案ねいわゆる答案フルバージョンこれは扱いません授業では 扱わないんですがちゃんとつけますねはいだからそこはご心配なくはいほら見てくださいえっ、ー、と全文書き答案っていうのあるでしょだからご心配なくええー、でも授業で扱うのはここだけよっていう話ね分かっただからねまあ要するにあのサマライズ的な感じで進めていくからサマライズ的なね だから厳密な答案の表現とかまではちょっとできないからそこはご了承くださいええそれに関しては私ほら別の講座でやってるさあの理想と現実とかあるじゃん論文過去もあのゴールドウェブ講座の理想と現実ねあっちがそれを担ってますからやはりそこはねメリハリです理想と現実は実際の過去問を崩さずに教えてます答案フルバージョンで教えてます 時間もかかりますだから大体1回につき1年分しか進めませんこっちは何回も言うけど過去7年分を4回に圧縮してます圧縮してるから全文書きに基づく指導はできません答案構成レベルの話でやっていきますでででももそれでも、ね、十分なんですよだってね この講座を受ける人ってまあ担当受かる前から受けてももちろんいいんだけどねそうするとある程度やっぱりね起ができてる人が前提になってるからむしろあの答案構成ぐらいのねあ,の、うん、あっさりとしたやつでやっていった方が多分いいと思うんだよねと思いますよ。はい えーとちょっとね、このせっかくパンフレットもあるから読んでいこうか、えー、これの分析のよに今まで複雑性の中で埋没いた論文試験における、えー、問,われ問われ方の傾向は次々と明らかになっていましたよ例えば、特許の権利化前の問題において平成27から30まで条約系の趣旨問題が4年連続おーうん、うん。 がの事例問題が目立ちああいわゆる時系列3点セットね、うん、商標法では28年に41項12号29年に41項12号令和2年に41項3号令和3年53条の2のようにああこれまで出てなかったようなところが出てる傾向があるといろんな傾向が出てるねああで本講座により論文試験問題に対する最新の ああ試験を身につけ、えー、試験傾向に密着した学習を進める指針としてくださいねちょっと合格者の声も見てみようかねおおこれあのあの人に似てるじゃんあのほら十種競技の帝王とか呼ばれてる人に似てないか <laughs>、うん、一瞬そうかなと思いましたよね。 具体的な合格単のイメージを高めることができました論文・過去問・分析講座では昨年と一昨年実際に本試験を受験された方の本試験再現とああこれねああこれは今から説明するやつだわでもそ,それがいいと思ったんやろうねこれそれを書いているということは点数を見ることができそれを、えー、見ながらどこで加点されたのかどこで検定されたのかを逐一確認できます。 実際の受験者の答案は見ていて本当に興味深く自分が書くことができる具体的な合格答案のイメージを高めることができました実際の合格水準にある答案のレベルやと論文対策の方向性を固めることができとってよかったと。あだからねたあねこの人はねあのちょっと今から俺があ説明するけどこのね再現答案分析編 これがやっっっっぱり良かかったたっ言ってるのよねあ分かったじゃあ後でそれは説明するわじゃあ次に、えー、この人ちょっと色黒の、はいえー、各証文に集中して考えるメリットがありました事例問題は長文で意識がその言ってしまい全体的な答案構成や各証文論点をうまく整理できないことがありました論文過去も分析講座では証文形式で去問を見ていくことで各証文に集中して考えることができるメリット で参考とたたき台にここがいいここは良くないという、えー、こういう性がいいと指摘するしてくれる点が分かりやすかったあこれは両方言ってるねあのそうですね分析講座でね「証文形式で過去も見ていく」と「各証文に集中できる」そうね、まあ、あの小刻みに進んでいくからね 効率がいいという考えもあるわね。はい。この人ねえ、みんなイケメンやね。ここに載ってるでしょうね。ああ、この講座で自分の苦手分野足りない部分を克服できました。10段分類編ではパターン別に勉強はできるようになっているため、特に自分が苦手とするところ、理解不足のところを重点的に勉強することができました。近年試験の出題傾向もつかめ近年のね。試験。結果 傾向をつかめる苦手な分野を効率よく克服できる講座者また再現答案分析編では受験生の合格と学ぶことで合格する答案と自分の答案の差を知ることができました何が自分に足りないかを把握するきっかけができそのギャップを埋めるような答案を作成する,こと作成する学習ができたと皆さんやっぱこれねこれには言及しちうね再現答案分析編。 最後のはどうやろう眼鏡くとこだねああ論文過去問分析講座で書くを分野別に細分化し分析プロセスを詳細に解説していただきました私は権利化段階主に拒絶流通知への対応の問題に苦手意識を持っていたのですがそもそも拒絶流は大きく2パターン出願自体に問題があるものと出願プロセスに問題があるものまあ要するに あの36条系と時系列3点セット系ということやあるなど端的に整理していただき思考フレームを身につけることができたためその後は落ち着いて回答できたこれはあ,のあれやねどちらかというとあのあの権利構えに弱かったんでその権利構えの問題がいっぱい載ってるからねあのそれほら何回も何回も似たような問題を繰り返しますからうん。 それで分かっってきたっていうことや、ね、よしじゃあね再現と案分析編いくわこれねちょうど私ね30分ぐらい前教えてたんですよ俺だからテキスト見せるわほらまあ見てくれちょこっとねほらあの俺の授業ほら蛍光ペンが必要じゃけえねあの蛍光ペンの悪口言う人もいるんだけどあのね時間がかかるとか あじゃあ全く塗らんで取り組んでみ逆に大把握ミスのねリスク高まるからああまず100%間違いないちゃんと色を塗った方がいいでうん色を塗らずにその乗り切れる人はねあのただの天才ですわ大部分は天才じゃねえんだから俺も含めて塗らないと駄目なんだようんその辺のところ分かってない人が多いうんまあ多くはないかうんはい でえー、っとあのー、まあこんな感じでね色分けしますうんでほらあのー、こういうふうにねところどころ指摘しながら進んでいくねそれであのー、この週128点なんだよ特日ね2で割っても64だからすげえいいんだよすげえ出来ないんだよねいやーすごいよね128で確実に合格とるんだからで今度115これはね あの2で割ると57っていうのは一応の合格点うん一応の合格点っていうんですよ。あ皆さんその辺知ってるか知らない人もいるから一応言っとこうか。なえー、っとねまあ,あの俺のあれだけどね、えー、60以上120ねがあの A ランクね。 54から59だからえー、っと108点から119点が A' それでねあの黒にしようかなあの47点から53点えー、っと百あ違うわ94から107 これがあー B, B ランクねグレーゾーンと呼ばれてますはいそしてーえっとね46、えー、特許だと93、うん、これはもうあの不合格ね、うん、そういうことよわる真の合格とは A ですああであの一応の合格点 A' ですグレーゾーンです、まあ、要するにかもふかもなくっていうやつ で46点以下が93点以下が C です不合格ですまあこんな感じだからねええー、でね、あのー、言っとくけどよ面白いですこれ、うん、あのけ、ー、なし柄俺がけなしながら教えています、ね、<laughs> であのだってあの受験生のターンだから完璧じゃねえんだよなあ、うん、だからしょうがないじゃんけなされてもねうん。 まあ俺がほらあの論文・学問対策講座理想と現実でやってるけどあれは俺が全部書いてるからねあの文句のつけようがないんだけど <laughs> でこれは受験生の再現とはんだからさなんでこんなにいい点数がつくのか不思議でならないとかねこれはちょっとかわいそうやなもうちょっと点数上げてあげてもいいんじゃないとかね面白いですよ逆に逆に楽しいですねえまあなんていうかね一言で言うとね アナログの良さっていうかねうん思い通りにいかないところが面白いと思いますよ。でねなんでその思い通りじゃないのかっていうとお例えば俺だったらこれは65点つけていいんじゃないと思うようなトーンでも60しかついてなかったりいやこれ58点ぐらいだろうと思いきやなんか75点がついてたりするんだよだからそこで俺が推測するわけね。なんでこの人は あの実力的には58点ぐらいなのに75点がついてんのかとかねその理由を考えるわけですよ俺が現場でおそらくこの人はこういう点が評価されたんだろうなとそういうふうにアドバイスしていくそういう講座なんです。ね逆にあの内容的にはこれ68点ぐらいだけどなんか59点しかついてないよね。何でやろう何でやと思うよとかね この人53点合格とんじゃなないよねなんでやと思う全体的にはいいんだけどここなんですよここのせいでもうね53点なんですよとそういう感じで教えていきますね面白いですよだからでしかも2か年ねであのちゃんとね板書もつけてますからほら俺がええ板書もつけてるっていうのは時系列をちゃんとつけてるからねほら令和3年の 問題ねわ分かりやすくねちゃんとあの時系列もつけてますよこうやっていいでしょはいそんなんじゃ安心ですよね、うん、でこれねあのちょっとね令和3年からスタートしてんだけど、うん、俺はねあの令和2年の方からやってるから、うん、<laughs> まあどっちもいいんだけどねあの理想と現実もあの古い方からやってるんですよ だからなんとなく俺の気分として、まあ、古い方からやったうがいいかなということで、うん、ちょっとテキストは令和3年からになってるけどああの、うん、古い方の令和2年からあ教えてますまあそんなところやなええー、あと何か言いたいことあるかな えっとねまあ、一応読んでおこうかせっかくパンフレットあるからね。はい、本講座は受験生の作成した再現トーンをよ読,み込みきよ読み込みつつ本試験で評価されるポイントを解説し合格との具体的イメージそうね。そうそうだからねあ,のある意味さ安心材料にもなるよ安心材料。なぜかというと。 ええ、なぜ安心材料かというとねあれだからですあのー、こ,こんなこんなパッとしない答でも受か <laughs> いやそれは失礼やなあのいや立派な合格答案なんですけどなんかねパッとしない答案もあるんですよそれでも受かってるみたいなええ結構間違ってるけど受かってるんですよあだ,だからねなんか自信にもつながると思うよ あ,あのこの手だと俺書けるなとええで日頃さ皆さんあれをほらレックの模範答案しか見てないやろねあの立派な模範のあの,あのすげえ量的にもたくさん書いてるああいうのばっかり見てるからさああいう答案しか合格せんのやろうと思ってるやろそんなことない意外とスカスカだったりあの間違ってたりしても合格しますよ やっぱ、ね、論文っていうのは相対評価やからね絶対評価やないから逆になんかすげえたくさん書いててもなんかそんなパッとしない点数の答案もあったりするで各問題ごとに3通用しますああなんかすげえいい答案、えー、まあまあいい答案んだからほらあのなんていうの A, A ランク答案と A' ランク答案と B ランク答案ね なぜか C ランクはなかったけどね <laughs> C ランクもあると面白いと思うんだよねまあでもあれか悪い見本になっちゃうもん、ね、まあだから3つそれぞれの問題に対して A ランク A' ダッシュランク B ランクぐらいのはい論文に何を書くのかまたそれをどのように表現するかという点はテキストや 他の講義により身につけることはできますが何を書かないかすなわちギリギリの状況下で記載についてどのような取捨選択をするのかという点は青本にも載ってませんそうや、うん、そこでレックは論文本試験を実際に受験され得点評価を受けた受験生の答案を収集しその中からその法域ごとあ優秀答案1点と,と何当落 戦場の答案二点を通知しました。厳密には二点じゃなくて三点ですよ。さっきも言ったでしょあの A. ランク答案、A. ダッシュランク答案 B. ランク答案 B. はあの合格じゃねえからね。不合格でもないけど。で C. ランクは載ってないわ。何回も言うけど、悪い見本にされちゃうと困るからね。あのそれが良かれと思って。思われると困るからということです。でこれらの再現とは読み込むことで合格。 とのイメージこれをね掴み論文をどこまで書くのかのボーダーダラインを体感できますよ、ええ、従来は合格者の感覚的な感想や受験指導者の個人的なノウハウに頼るしかなかったこの判断基準を視覚化した形で提供するとそう、ね、まあだからあの演疫的に何,何がその合格のポイントになったのかとかをね、あのー、知ることができますよ。 ええ、ちょっとお見せしましょうかねあのね俺がちょっと印象に残ってる話があってえー、っとどれやったかなあこれこれかなえー、ちょっと待ってねあこれだよ まあ,ちょっとまあちょっとネタバレだけどまあいいわ面白いからあのー、この書ね115点なんですよこの書115点特実でねあだから2で割ると57点ぐらいやろうんだから一応の合格とは何なんですよ一応の合格とはねでも見てくださいほら間違ってますよ PCT49 条書くべきところ俺だったら5点減点するなっていう意味ですねなんか全然関係ないことを書いとるんですわ それででも受かかってますららねほさすがにね絶対的に合格答案はあのほら罰がないよ全然やっぱさすがとさすがと言わざるを得ない量的にはそんな多くないけどねあ2で割って64点ぐらいの答案ですよ量,量じゃないいととうことを物語ってうでしょ、うん、だからこれは俺の普段の指導の,あの方針に間違いないことを示してる、うん、合否は量では決まりませんええ で見出しの立て方も上手いでしょやっぱりさすがにその合格してる人はねほら見出しの立て方がうまいわなうんそういうところもね参考になるからやっぱね作文帳の問わって駄目だね、うん、作文帳はやっぱりもうもうあのー、昭和かみたいな昭和か平成の一桁だったらね受けが良かったかもしれんけど 今も全然受けよくないから、ね、だからあのーあのー、ちょっと気をつけた方がいいのはね、あのー、選択科目の民法ってあるじゃんあれはね、あのー、作文帳でもいいんですよでも便利試験の論文とは作文帳ゃなくてやっぱり見出しの立て方がうまい人が受かりますねパッと見で分かるというねまあそういうところも分かるからどういうスタイルで書くと受かるのかとかね いろんなことは分かってくる。間違ってても受かるし。ね。みんなが間違っているところは間違えてもいいんだよ。みんなが間違わんところを間違ったら落ちるんだよ。ただそれだけです。はい。ということでね、なかなかいい講座ですよ、これね。うん、私もね、教えてて楽しいです。いろいろほら、けなすことができたりするんで、答案のね。 <laughs> パーフェクトなトン面白くねえじゃん、ね、俺が書いた答ンはまあパーフェクトじゃないと意味がないんだけど他の人が書いた答案はねあのいろいろあのけなせるんでね楽しいですねええー、教えててもうあのせいせいしますわええー、ねそうですよほら俺が書いた答案ってけなせないからねつまんないですよ、ね、すげえいい答案だから他の人が書いた答案ってもうね完璧じゃないからさ いいろろ言えて面白いね。えー、<laughs> まあ素言骨ですわねまあ俺も人間としては全然完璧な人間ではないけどねまあ人それぞれって言ったところですよね機械じゃないんだから人間はミスだってあるんだよなそうそうあの失敗してもね克服していく力があればねなんとか生きて伸びていけるからねねいいか そういうことです。ね。やられる前にやる。やられたらやり返す。いやいや、そ,それはあのね、あの違う世界のね。ね。じゃなくて、まあ、とにかく失敗を恐れずに前進してください。で、失敗を成功に変えるためにどうすればいいか。そういうところです。ね。はい。じゃあ、あのー、そろそろ終わるわな。はい。じゃ論文、学問、分析講座の あプロモーションビデオをこの辺で終わりたいと思いますそれではどうもご清聴ありがとうございましたレクセンリー講宮内でした